ヤンドーゼンタールは、西ドイツニーダーザク選手、ズーリンゲン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、MF、FW。2005年、ハノーファー96で、プロキャリアをスタート。2006年8月13日のベルダーブレーメン戦で、途中出場し、ブンデスリーガデビューを果たす。10月21日のシャルケレー4戦で、初スタメン初ゴールを記録。 2006 0 7シーズン以降レギュラーに定着した。ユース時代を含め、ハノーファーで10シーズン過ごした後、2010年6月11日に SC フライブルクと3年契約を結んだ。2013年3月8日、アイントラハとフランクフェルトが2013-14シーズンからの加入を発表。3年契約を結んだ。 2015年2月に、ブンデスリーガの SV ラルムシュタット982シーズン、終了までの契約で、レンタル移籍。シーズン終了後、ブンデスリーガに昇格した同クラブへ完全移籍となる。2017から18シーズンをもって、現役を引退することを表明した。U-19 と U-21 ドイツ代表歴がある。2018年12月、 サッカー選手による SNS での主催な情報発信に関して否定的な見解を示している。ありがとうございます。